行ってみましょう。これね、あの辺はね、通るだけでちょっと行ったことがないんで。あ、ぜひ。行きましょう、行きましょう。それいい機会です。はい。そこで向かったのは、銀河淵から西に1キロ、吉田山のふもとです。それが吉田山ですね。そうですね。後ろに見える山が吉田山です。まあ、近づくとまあまあ山なの。山ですね。で、なぜここにもっこりとした山があるんでしょうか。その秘密を解きに、うん、行きますか。この吉田山ではなく、お、違う。少しね、場所を変えて、うん、秘密を解きに行きたいと思うんですよ。どっち？こちらに参りましょうか。はい、行きましょう。これ吉田山から離れていってますけど、離れていきますね。これでいいんですか。はい、いいんですよ。吉田山ができた理由は、吉田山を離れることで了解されるんですよ。ぜひ離れていきましょう。あれ、これ何だ。こっち行ってみましょうか。ちょっと門が見えてきましたね。ゲートがあります、ね、ゲートがあります。教団。そうですね。やってきたのは京都大学の北部校内。なんとこの中で吉田山ができた理由がわかるんです。これだ。京都大学。北部校内。